演舞開演。どうも、本日は知らローソンのバタフライティーゼリーのバタフライティーゼリーのブルルンゼティー食べてどうと思います。もうちゃんと覚えとけよって話ですよね。バタフライティー、確か一派変わる何かだって聞いたこともありますが、はっきりとは思い出せません。わあ、本当にプルプルしてますね。以前食べた水まんじゅうとは何か違うのでしょうか。とりあえず食べてみたいと思います。いただきます。あ、弾力ありすぎて強そうにね。このまま宇宙の神秘、このままいきますね、いただきます。紫色なのでブドウ系なのかなと思ったら、ここにレモンと書いてあった通りレモン系のさっぱりとした柑橘風味が口の中に広がってきました。プルンプルンして弾力もあり、ちょっと噛み応えもあって食感も楽しめて美味しかったです。しかもカロリーも低い。これはいいですね。もっといろんなゼリーで食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分天然。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。